黄金のラ針版は、フィリップ・プルマン著、UK スカラスティック社が1995年に出版した、ヤングアダルト向けファンタジー小説である。平行世界を舞台に、主人公、ライラ・ベラクラが、失踪した友人ロジャー・パースローと、ダストと呼ばれる謎の物質を調査している、囚われた叔父アスリエル教を探し求めて向かう、北極への旅を描く。 黄金のラ針版は三部作からなるライラの冒険の中の最初の作品である。アルフレッド・エイ・クノップが1996年4月、黄金のラ針版と名付けて最初のアメリカ版を出版した。2007年、その題名をもとにハリウッドによって長編映画、そして同時期にゲームとして本案され、2019年にはドラマシリーズとなった。 フルマンは1995年、その年の極めて優れた英国児童文学を検証するカーネギー賞のメダルをイギリス図書館協会から獲得した。カーネギー賞70周年記念に作品は委員会によって一般投票用の10の作品の一つに選ばれ、史上最も気に入られている作品を選ぶ一般投票によるものである。黄金の羅新版は 選抜候補リストの中から国民投票を得て2007年6月21日今までで最も優れた作品としてカーネギー・オブ・カーネギーを受賞した。この小説の世界は活動的に異端を抑圧するマジステリウムという国際的真剣政治によって支配された世界という設定である。この世界では人間の魂は生まれつき彼らの体の外に知覚できる。 大門という形で存在している。大門は喋る動物の精霊であり常に共にいる。ことで人間を助け、安心させる。子供たちの大門はいつでも即座にどんな現実の、生物、架空の生物にも姿形を変えることができる。しかし、一度思春期に達してしまうと彼らの大門は永久に一つの形に落ち着く。12歳のライラベラクアは、学寮長のもと、 オックスフォード大学上段学寮の周りをダイモンのパンタライモンと共に気ままに走り回っていた。ある日、彼女は学寮長がライラの反抗的で活動的な王子、アスリエル卿のワインに毒を入れるところを目撃する。ライラがアスリエルに警告し、アスリエルのダストについての講義を見張る。謎のソリウシダストは子供たちよりも大人に多く、降りていること。 そして北極光を通して見える平行世界の写真についての講義であった。オックスフォードの学者たちは圧迫的な境界に異端とされるであろう彼の調査に資金を提供することに同意する。ライラの友人ロジャーが失踪し、ゴブラーとして知られる子供の誘拐犯による誘拐だと推測された。ライラは魅力的で社交界の名士であるコールター夫人に引き取られる。 ライラが冗談学寮を去る前、学寮長はライラに真実を教えてくれる装置、アレシオメーターを密かに託した。ライラはそれを直感的にすぐ使えるようになる。数週間後、ライラはコールタープ人が教会から資金援助を受けている秘密プロジェクトであるゴブラーのリーダーであることを知る。ゾッとしたライラは急いで逃げ、 子供たちの多くが誘拐されているという運河を渡り歩いて生活する戦場生活民族ジプシャンのもとに逃げ込んだ。彼らはアスリエル京都コールタープ人がライラの両親であると明かす。ジプシャンはゴブラーが彼らの子供たちを遊兵していると考えられる北極へ向かう遠征隊を結成する。彼らはトロールサンドに停泊し、ライラはそこで パンサービオルネという鎧熊一族の王座を失った、イオレク・バーニソンに出会う。ライラは、イオレクと、イオレクの人間の友人、気球のりのリース・コーズビーが、ライラの体に加わることと引き換えにイオレクが失った、鎧のありかを、心理系を使って突き止めた。ライラは、アスリエル教が追放され、スバルバルのパンサービオルネによって監禁されていることも、知る。トロールサンドの魔女の領事は、 ジプシャンに彼女が知ってはならない予言を伝えその上、魔女一族が戦争のどちら側に着くかを選んでいると伝える。一行はボルバンガーへ向かい続け、ゴブラーの研究基地を探す。心理系の導きにより、ライラは村に回り道し、誘拐された少年が大門を切り離され間もなく、死ぬであろう状態であるのを見つける。ライラはゴブラーが、 人間とダイモンの間にある結びつきを引き離す、インターシジョンと呼ばれる魂を切り離す工程の実験を子供たちで行っていることに気がつく。ライラと一行は賞金稼ぎによって襲撃を受けライラは捕らえられてボルバンガーに連れて行かれ、そこでロジャーに再会する。コールタープ人が到着し、ライラとパンタライモンがまさに引き離されようとしているところを止めると、 コールタープ人はライラに、インターシジョーンは、厄介な大人の感情の始まりを防ぐ方法なのだと、伝える。ライラがボルバンガーの非常警報を鳴らし基地に火を、つけ火事を起こすことで引きつけて、子供たちを引いて、外に出ると、スコーズビー、イオレク、ジプシャンたち、セラフィナペカーラの空飛ぶ、魔女一族によって助けられる。ライラ、ロジャー、イオレクは、戦いが起こる最中、 スコーズビーの熱気球で逃げ出す。ライラは魔女たちに指示して、熱気球を引っ張らせながら、アスリエル教が追放された、スワールバルの追放中の住処へ向かうが、ライラは落とされパンサービョルネにより、イオレクの王位を強奪した鎧マの王イオファー、ラクニソンの城に連れて行かれた。ライラは、イオファーを、イオレクと戦うようにたぶらかし、イオレクと一行はライラを助けに現れる。 イオレクは、イオファーを殺し、正当な王としての地位を取り戻す。ライラ、イオレク、そして、ロジャーは、スバルバルへ旅立ち、アスリエル教はその流刑地で、彼のダストの調査を続けていた。彼はライラに、ダストについて知るすべてを伝えた。ダストは、平行世界で生み出さるこちらの世界に降り注いでる、ものであり、何らかの形で、死や苦しみにつながるものであり、教会は、 現在の物質的証拠だと決めているのだ。アスリエル教は、平行世界を訪れダストの源を破壊する計画を立てている。突然、彼はロジャーをダイモンを引き離し殺すことで莫大なエネルギーを放出し、平行世界へとつながる北極光の穴を引き裂くと、彼は、新しい世界へと歩き出す。ライラは打ちのめされるも、ダストは、 邪悪なものではなく良い影響のものだと判断する。アスリエル教を止めることを誓い、ライラとパンタライモンは空に空いたアナイド向かって歩き始めた。ウィリアム・ブレイク作、黄金のコンパスを扱う神13世紀に描かれた作者不詳の中世彩色写本、幾何学者としてのイエス小説出版前の期間、観光予定の三部作はイギリス国内で、 神の私的な世界の描写に言及する黄金の羅針盤として知られていた。その用語は、ジョン・ミルトンの失楽園の言葉、かつて神が天地創造の際に万物の境界を定めた製図用コンパスを意味する。アメリカでは出版社のクノップが一巻を黄金の羅針盤と呼んでいた。それは、ライラのアレシオメーターが高校コンパスの装置に似ており、 それに言及していると間違って理解したためである。プルマンが三部作の題名として、ライラの冒険を黄金の羅針盤と共に取り替える時までには、アメリカの出版社は原案にとても愛着を持っていたため、イギリスやオーストラリアで使われていた題名のーザンライツよりも黄金の羅針盤として一巻を出版すると主張した。日本語版は新調社より、 大久保博士役で1999年に刊行され2003年に文庫化された。プルマンの黄金の羅針版は年に一度のイギリス児童文学書のためのカーネギー賞と同様に優れた児童文学作品に贈られる賞であるガーディアン賞の両方を受賞した。著者が二度も受賞することはないであろう。六冊の本が2011年までの45年で二つの 賞を受賞した一部の評論家は、この三部作と映画は、教会と宗教を、否定的に描いていると断言する。一方で、特に前カンタベリー大主教のワン・ウィリアムズ博士は、プルマンの作品は、宗教教育コースに取り入れられるべきだと主張した。ピーター・ヒッチェンズは、ライラの冒険シリーズを、C.S. ルイスの、ナルニア国物語に直接反論しているとみなす。 文芸評論家で、イリノイ州、ホイートン大学のアラン・ジェイコブス・ワプルマンは、有心論者の世界観を、ルソー主義者の世界観に置き換えて、ナルニアシリーズを書き直したのだと主張する。小説を本案した、長編映画は、ライラの冒険黄金の羅針版と名付けられ2007年12月に、一般公開された。脚本は、映画の監督でもあるクリス・ワイツによって本案された。 ダコタ・ブルー・リチャーズはライラを演じ今作がデビュー作となった。タニ・コール・キットマン、ダニエル・クレーグ、エヴァ・グリーン、イアン・マッケラン、サム・エリオット、デレク・ジャコビ、クリストファー・リーが出演者に含まれる。1996年、ナターシャ・リチャードソンが黄金の羅針版のオーディオブック版のナレーションを務めた。ライラの冒険は BBC ワールドワイドによって、 脚色要約されたものが2003年に1月1日に出版された。省略していない本案ものも BBC オーディオブックによって出版された。それは著者のフィリップ・プルマンによってナレーションされ、ライラ役で、ジョアンナ・ワイアット、コールター夫人役で、アリソン・ダウリング、アスリエル・京都、イオレク・バーニソンの役で、ショーン・バレット、 船長とファーダーコーラムの役でスティーブン・ソーンが出演している。ロンドンにあるロイヤルナショナルシアターでは2003年から2004年にかけて3部作を2部編成で舞台上演した。映画の本案であるビデオゲームライラの冒険黄金の羅針版はシャーニーエンターテイメントにより開発されセガによって2007年12月4日に発売された。プレイヤーらは ライラの役割を引き受け、ゴブラーとして知られる謎の組織に誘拐された友人を助けるために、北の荒野を鎧マやライラの大門パンタライ門ン、パンと旅をする。彼らは、心理系アレシオメーターの他に、大地を探検するための道具などを使い、ライラの友人を助けるために対立を通して、活路を見出さなければならない。ライラの冒険を黄金の羅針盤は、戦闘。 謎解きを3つのキャラクターで行うのが特徴である。2015年11月、バッドウルフとニューラインシネマプロダクションにより、ライラシリーズの新テレビ版が作られる予定であることを BBC が発表した。2019年、HBO と BBC の共同制作により、ドラマシリーズのシリーズ1が放送された。2020年にはシリーズ2が放送予定である。ありがとうございます。